とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。以前のような古代狩りの動画を見てみたいということですね。ありがとうございます。今、ちょうど古代狩り、周回してます。エンチャントスミスで、ものすごく金が必要なんですよね。そして、二つ装備を厳選してます。それが、ハープクロスボウ。と、夜の棒。この二つですね。で、俺のやり方を説明するんですけども、二つのアカウントを使ってます。スイッチ版とパソコン版。この二つですね。で、スイッチ版の方で入ります。で、それと一緒にパソコン版も入ります。で、スイッチ版は抜けてもらいます。で、抜けてリセットします。なぜかというと、今回のアイテムが結構集めるのがめんどくさいんですよ。めんどくさい。なので、スイッチ版は抜けてもらって、レベルとアイテムを、元に戻して、で、本アカウントが戻ってきたらさらに入る。そういう感じでやってます。ちょっとわかりづらいかな。で、今回の古代狩りで必要な装備、紹介しておきます。こんな感じですね。まず、これ。英語でわからないな。これが、裏切りの刃ですね。裏切りの刃。そして、力の弓。で、グリムアーマーの、虚無の矢筒。これで、古代人が、死の魔法使いと集中砲火。まあ、一体ちょっと、残念なやつがね、ついてくるんですけども。まあ、死の魔法使いから、ハープクロスボウ。で、集中砲火から、夜の棒が出ますので、これで厳選していってます。まあ、グリムアーマーなしで、ここを、普通の矢筒これでもまあ、いけるんですよ。いけるんだけども、ポイントが6ポイントしか、触れないため、9ポイント振りたいので、こんな感じ。で、こんな感じですね。で、やってます。はい。では、今日は出てくれるのでしょうか何回ぐらい行こうかな。まあ、とりあえず2時間ぐらい。やっていきまーす。では、行くぞ。はい、出ました。死の魔法使いですね。ちょっとスイッチ版が起動できなくって、まずは自分のやつで行ってます。なんでだろう。まあ、ちょっと今、再起動かけてますので、次は入れるかな。はい。はい、外れですね。ハーフクロスボウは、出た時わかるんですよ。フィーフィーっていう音がするんで、ハーフクロスボウは出たっていうのがすごくわかりやすいですね。はい。残念ながら14個なんですよね、チェストが。まだ出るでしょう。はい、来ました。2回目の死の魔法使い。でも、回っちゃいるんですけどね。出ないのよね、基本的に。ハーフクロスボウ出にくい。はい、外れー。もう。これなんか出るアイテムが多すぎて、ハーフクロスボウにね、なかなか当たらないんだよな。はい、次。嘘、もう終わりかよ。早いよ、もう。スイッチが復旧しましたんで、次は、普通に回っていきまーす。何回出るかな。はい、それでは戻ってきました。2時間ちょっと、2時間10分ぐらいかな。それぐらい回りました。結構出た。結構出た。で、最初の2周が、あれ忘れてたんですよ。幸運をつけるの。幸運をつけたら、ちゃんと出だした。よかった。やっぱ幸運はね、重要だね。で、アイテムが少なかったんで、輝くハープクロスボウと、魂の棒か。あれも取ってます。じゃないとちょっと少なかったんでね、紹介しづらいと思ったので、その他のやつは売ってます。結構出た。1、2、3、4、5、6、10、17個ぐらい。もうちょっと出たでしょ。あ、下にある、下にある。なんか下にばらけてある。うん。ああ、ここら辺にちょっとありますね。だから20個ぐらい出ました。見ていきましょう。ちなみに、難易度は18で回ってます。そんぐらいじゃないとね。おい！いきなり、
バーストボーストリング2か !2 か !2 じゃダメだよね。2じゃダメですね。まあ、一応キープ。キープで。バーストボーストリング。いや、2か!やっぱ3なんだよね。2だったら2人のターゲットに打つんで、3でしょうね。でもまあ、妥協案でここに置いときましょう。下は、まあ、連鎖反応が1個ついてるぐらいか。ハープ、まあ、これはいらないね。ノックバック、衝撃か。これはいりません。リフレッシュ2。ダメだな。ダメだね。いやー。リフレッシュ2は、1.5 秒?いや、違う。2秒か?いや、3、3だ。3。うん。まあ、263の、連鎖反応2が出てるんで、もう、これは、妥協しないでおきましょうよ。何してんの?輝くハープ。輝くハープもね、もう、最悪これでもいいかなと思うんですけども、虚無に、ダメです。これは、これ俺が持ってたやつか。前出たやつかな。魂の棒じゃダメだよね。やっぱ夜のテンポシフトが入ってるっていうのがすごくね、お得なんだよな。ダメ。うん。多分これ前に出てたやつだわ。で、ハープクロスボウ。無限 2! なんか2ばっかりつくな。いや、3だよ、3! 連鎖反応ついてるけどさ。あとないね。下にはないね。もうなさそうですね。じゃあ、上から行きましょうか。はい。残り18個ぐらいですね。魂の棒の衝撃。さっきも衝撃があったな。いりません。おーい魂の棒いや、でも、調子いいかもしんないね。流れ込む魂3が黄金でついてる。でも、夜の棒でしょ?夜の棒を狙ってんだよね。まあまあ、一応キープ、キープ。さっきも輝くハープは虚無2だったような気がするんだけども。ダメっすね。こっちはどうだ?パワー3。パワー3はダメでしょ。なんだったっけ?アーティファクトチャージ、ロールチャージ、クールダウンショット、流れ込む魂、球根か。なるほどね。難しいな。これは?オーバーチャージ3。でも3がつくなら嬉しいね。下は、クールダウンショットか。どう?おぉ!来た!来た!出た!リフレッシュ 3! リフレッシュ3来た!まあ、下はね、何もついてないから、カスタムすればいい。オッケーオッケーオッケー。ハーフクロスボウの理想形が作れる。リフレッシュ3でしょ?で、マルチショット、無限、連鎖反応、来た!ハーフクロスボウ、これはできる。理想がついに作れますね。おい!おい!二つともだ!二つともだ!下は、連鎖反応がすでについてるんで、お得だね。オッケーオッケー。これ、じゃあこれはいらないわ。オッケーオッケー、来た来た。リフレッシュさん。わあ、二つとも来てた。これはラッキーだぞ。こっちは、来た来た来た。流れ込む魂でいいよね。流れ込む魂で、下に、うわ球根もついてるわ。でも何に使うかだよね。流れ込む魂、球根、で、バーストモーストリング、クールダウンショットかな。まあまあ、アーティファクトチャージ、クールダウンショットでも使えるね。これはいいんじゃない?いいんじゃない?うん、配れるやつができましたね。よしよし、こっちは。長段に、これはダメですね。でももうこの二つが来たから、今日はもう大当たりですよ。大当たり。厳選終了です。はい。輝くハープの連鎖反応2か。まあまあまあ、もともとのね、
長弾は別に意味がないと思うんだけども、矢筒で使うのにはね。まあ一応面白そうだから取っとこう。こっちは、あー、バーストボーストリング2。はい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 。でももう、上が出てるから2はいらない。オッケー、いらない。こっちは。あー、毒の力3か。まあ面白そうだけどね。いりません。毒の力もね、強くなったんだよね。矢の数が増えたんで強くなった。あー、流れ込む魂。でも、魂の棒だから。下はいいね。完璧だね。本当に。クールダウンショットとアーティファクトチャージ。で、バーストボーストリングを一番右に入れればいいけども、まあまあ、魂の棒じゃなくて、俺はこっちのね、夜の棒があるんで、いりません。マルチショットさん、ああ、いらない。下にバーストボーストリングついてるね。こっちは、ああ、いや、さっきも出なかった。さっきもバーストボーストリング2なかった？あったよね。いりません。もうちょっとありますね。あと2つ。速射いりません。あー、アーティファクトチャージね。いりません。あー、下はまあ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 、面白いのがついてる。はい。あ、なるほど。終わりました。今日はね、大当たりです。魂の、あ、いらないね。いらない。こっちがついてるから。夜の棒の、狙いのやつが出ましたね。うん、流れ込む魂の夜の棒が来た。で、ハープクロス棒の、リフレッシュさんが来た。で、輝くハープもついでに連鎖反応で出た。面白いんじゃないですか？うん。まあ、これ下に、リフレッシュついてるので、右左に、マルチショットと、無限化つければいいね。で、こっちは、真ん中と左にマルチショットと、あ、マルチショットね。マルチショットと無限。で、これが、まあ、これはちょっと悩むところだね。まあ、真ん中に、そうね、クールダウンショット入れようかな。うん。まあ、とりあえず、今日は大当たりでした。はい。まあ、とりあえずこれ、カスタムで作り込んで、ギフト会で、配れるように作っておきます。はい。ギフト会もね、近々またやります。次は告知してやりますんで、よろしくお願いします。今日は大当たりです。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。